ネコシェイ・ウィリアムズは、ウェールズ・レクサム出身のサッカー選手。イングランド・プレミアリーグ、リバプール FC 所属。ポジションは DF。2009年に、リバプール FC のユース・アカデミーに入団。2013年に、U、U-12 ジュニアサッカーワールドチャレンジ2013に出場するために来日している。2019年1月に、プロ契約を締結し、トップチームに昇格。 10月30日のエフルカップのアーセナル FC 戦で、プロデビュー戦を先発で起用され、PK 戦の末に勝利。2020年1月にリバプールに加入した南野匠のデビュー戦となった、同月6日の FA カップのエバートン FC 戦でも、先発で起用され、1から0で勝利。3月4日の同じく、FA カップのチェルシー FC 戦でも先発出場した。 ものの0から2で敗退。その後3ヶ月間の公式戦中断を経て再開されたプレミアリーグの6月24日のクリスタルパレス FC 戦で後半19分にトレント・アレクサンダー・アーノルドとの交代でトップリーグデビューを果たし試合も4から0で勝利。チームは翌日30年振りのリーグ優勝を決め、ウィリアムズも優勝メンバーに輝いた。 2020年8月18日、リバプールと長期契約を締結した。2020年8月25日、UEFA ネーションズリーグ、フィンランド戦、ブルガリア戦に向けたウェールズ代表のメンバーに初招集。9月6日のブルガリア戦で、試合終了間際に代表戦初ゴールを決め、1から0で勝利した。ありがとうございます。